ただいまより第2回芦屋ジャズフェスティバルを開催いたします。まず実行委員長のクリス・チアリよりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。本当にね、いい天気になってすごく良かったと思います。昨年にね、引き続き第2回できること本当に幸せに、思っております。昨年は60組250名のアーティスト、今年はパワーアップして約100組350名の素晴らしいアーティストの皆さんが参加してくれております。で、今日はね、暑くなりますので、皆さん水分補給などをしてゆっくりと、音楽と笑顔があふれる一日を楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。演奏してくださいますのは兵庫県立国際高等学校ホッピンノートです。それではホッピンノートの皆様、よろしくお願いいたします。Thank you.
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 やジャズフェスティバル。
さていかがだったでしょうか。アシアジャズフェスティバル2018ダイジェスト、お楽しみいただけましたでしょうか。第2回アシアジャズフェスティバル、今年も晴天に恵まれ、本当に音楽と笑顔があふれる一日になりましたね。350名約100組のアーティストが全国から集まり、今年はなんと海外からも参加していただきました。みんなで作るアシアジャズフェスティバル、ボランティアの皆様、支援者の皆様、参加アーティストの皆様、そしてご来場していただいた皆様、本当にありがとうございました。来年も同じく4月29日に開催が決定。8月よりホームページにてボランティア募集、アーティスト募集をスタートいたします。詳しくはブラウザーでアシアジャズと検索してください。それではまた来年4月29日にお会いしましょう。音楽と笑顔があふれる一日、アシアジャズフェスティバル。